エアウェイズ149便の乗員乗客が、イラク共和国防衛隊によって拉致され、バグダードに強制連行された事件である。クエイト市1985年に撮影された G、温度 BA149 便は、ロンドンのヒスロー空港を1990年8月1日午後6時15分に、出発した。BA149 便はボーイング747から100で運行され、 クウェートとインドのマドラスを経由して、最終的には、マレーシアのクアラルンプールに向かうフライトプランであった。出発直前に至るまで、イギリス国内では、クウェート情勢が緊迫しているとの報道が行われていた上、空調設備の調整に時間がかかったために出発が遅延したにもかかわらず、149便はクウェートに向かうフライトプランを変更しなかった。なお、 149便の前後に、クウェートに到着する予定であったすべての旅客機は、マナーマなどの近隣都市へのダイバートを選択するか、フライトそのものをキャンセルしていた。さらに、149便が、ヒースロー空港を出発した直後に、共和国防衛隊がクウェートを侵略する、軍事行動を開始したにもかかわらず、BA149 便は、 予定を変更せずに進行開始からおよそ4時間後の8月2日午前3時に、クウェート国際空港に着陸した。この直後には、クウェート軍の抵抗を排除した、共和国防衛隊と、イラク空軍の爆撃機によって、クウェート国際空港への攻撃が行われ、その後クエート市内全域が占領されたため、クウェートで抗棄した。 乗客乗員とトランジットルームにいた乗客を含めた同便に搭乗していた乗客乗員385名のほとんどがイラク軍によって集められクウェート市内のホテルに監禁されたなお BA149 便にはイギリス陸軍の SAS の工作員が6名搭乗していたことが工作員自身や乗客の証言により明らかとなっているが これらの工作員は到着後直ちにクウェート市内のアジトに向かいその後隠密行動を取ったため監禁されることは避けられた。他国籍軍の攻撃で破壊されたイラク陸軍の戦車監禁された乗客乗員のうちイラクと敵対したイギリスやアメリカなどの欧米諸国の国籍を持つ乗客乗員は他のクウェート国内にいた。 欧米諸国の市民と共に、イラクの首都バグダードに強制連行され、他国籍軍からの攻撃をかわすための人間の盾として人質とされた。乗客は湾岸戦争が始まる12月までにほとんど解放されたが、報告によれば、客室乗務員がイラク兵に強姦される戦争犯罪が発生し、乗客であった。 クウェートの王族シェイクファハドアルサバー派が処刑されたという。ちなみに、客室乗務員を強姦したイラク兵は、後でイラク軍の憲兵隊に引き渡され銃殺されたという。1991年に撮影された残骸なお、BA-149 便のボーイング747から100型機は他国籍軍による空爆で損傷を受け、 1991年2月のイラク軍、クウェート撤退時には、完全に破壊されたものの、一部の部品は取り外され、転売された。上記のように、BA-149 便には、SAS の工作員が6名登場しており、彼らをクウェートに潜入させるために、進行が開始されていたにもかかわらず、あえて、クウェート国際空港への着陸を強行したことが、 工作員自らの暴露や乗客の証言により戦後明らかになったが、イギリス政府はこれを否定している。なお、これらの工作員は、クエート到着後に現地のアジトに急行したために人質となることは免れ、その後クウート国内で情報活動を行い、一部のチームはその後もクエート市内で活動を続けた。また、一部のチームは、 クウェート市を脱出した後にアメリカ軍のヘリコプターによって救出されていたことを工作員とアメリカ軍のヘリコプターの操縦員が明らかにしている。その後、BA-149 便がクウェートに着陸した経緯についてイギリス議会で問題とされたもののマーガレット・サッチャー首相は着陸後1時間経ってから進行が行われたと証言をした。 しかしこのことは、サッチャーの回顧録内で嘘の証言であったことが明らかにされている。さらに、アメリカ人乗客が、ブリティッシュエアウェイズを訴えようとした際には、同社は弁護士に対して、乗客名簿は存在しないと返答した上、その後返答を翻し、国家機密なので公開できないと返答した。その後このアメリカ人乗客は、 ブリティッシュエアウェイズとの時短に応じて訴えを取り下げている。また、人質となったフランス人乗客がフランス国内でブリティッシュエアウェイズを訴えた裁判では149便が工作員を潜入させるためにクウェートに着陸したことが事実であると認められ、1999年7月にブリティッシュエアウェイズに対して一車両の支払いを命じている。 ありがとうございます。